おしゃれだな、またこれ、おい。お出たよ。おしゃれ、オープニング。え、誰？なんか、ちょ、みんなちょっと待って、自殺ラッシュ、ちょっと待って、そう、あんまり自殺とか言っちゃダメだけど、な、なになに？ちょっとやめなって、危ないよ。な、何してんねん。おしゃれだわ。え、なんかあれだね。ペルソナ5は割とポップな感じだけど、ペルソナ3はなんか、なんだろう、ちょ、クールめな、まあ、クールビューティーに、あ、まあ、ぴったりと言いますか。まあ、私がこうやるべくしてやるゲームな。期待に当てて。え、なに？ダメだよ！引き金を引くだけ。なんで？やらなきゃ。なんでいきなり？ダメ、できない。そりゃそうだよ、やめときな。まだまだこれからだよ。事情は知らんけど。え？と、え？とんでもないことになっとるぞ。え？驚けよ。感情ないんか？なんかさ、ホラゲやん。ポッケに手突っ込んで歩くな！危ないだろう！なんか月や、死んでる。え？棺桶乱立物語なんだけど、何これ？誰？いや、こっちのセリフ、誰？あ、さっきの子だ。こんにちは。この時間に、どうして？今日から入ります。まさか。ちょっとスカート短すぎない？待て。あっと、こんにちは。あ、電気ついた。わあ、よかった。明かりが。到着が遅れたようだ。おーい、顔がいい、ドスケベだ。さあ、着いたよ。ここが月光館学園の高等部、よろしくね。月光館学園。おい、なんで、待って、おしゃれすぎんだろ。ここからは一人で大丈夫だよね。ちょっと待って、おしゃれすぎるねえ。なかったけどな、嫌な担任に当たっちゃった。うざいな、先生だってね、うざいなと思ってるかもしれない。やめなさい。ちょっとミア、なんでジャージできてんの？ほう、なんでって、放課後部活あるし。部活やる前に始業式とか授業とかあるでしょ。ええ、教室行って早く着替えてきなよ。私は別のクラスだから面倒見てらんないんだから、ね、おーい、同じクラスにしろや。クラス分け無能か、バカ誰が。やめなさい、過激派になる。あれ、図書室。タイプの違うスケベ女来たわ。ん、これか。うん、俺は伊織純平。純平でいいぜ。すげえ、名前みたいな名前だ。ちょっと何言ってるかわからんと思うけど、下の名前が2個連なってるみたい。お、ゆかりっちじゃん。ゆかりっち呼びなんだ。え、仲良ちなの？また同じクラスにいられちゃうとは思わなかったぜ。え、てぇ？すぐ見つくる。まったく相変わらずだね。誰から構わず慣れ慣れしくしてさ。あ、でも喋り方がこれもう気を許してる。それです、カップは、カップ中はわかります。ちょっとは相手の迷惑とか考えた方がいいよ。さあ、え？笑った。ルフ、そう。覚醒方法だったの、これ。うわぁ、我は来た。何時の来た。来ないで。
シャドウ、さっきのやつの破片から？神曲やんけ、なにこれ。はぁ、よしよしよし、もう一体もダウンさせろ。そこから総攻撃に。これ総攻撃見れるのか。来た、敵を逃すな、蹴散らすぞ。行くぞ。もういい。あ、いいね。おい、かっこよすぎんだろ。いい加減にしろ。雑誌の表紙飾れ。いい加減にしろ。増刷しろ。これ大丈夫か。やっぱね、エッツなペルソナはこうやって回してみないと。あ、いいね。あ、水のせい。へー、妖艶な姿を敷いて神や人間の欲望を強くかきたてる。すいませんでした。すいませんでした、まんまとだったわ。まんまと引っかかっちゃった。